アランドラスターは1927年春工のイギリスの火客船。第二次世界大戦時にイギリス政府によって徴用され、強制収容下のドイツ・イタリアの民間人や捕虜をイギリスからカナダへ輸送中、1940年7月2日にドイツ潜水艦の来撃で沈没800人以上の死者を出した。本船はイギリスのバーケンヘッドにあるキャメルレイアード造船所で、 建造され、1927年5月に竣工した。当初の船名はアランドラで、後にアランドラスターと改名している。総トン数は12,847トン、最高速力18.5ノットの高速客船だった。ブルースターライン社の所有船として、ロンドンアルゼンチン航路に就航した。ブルースターライン社は、1929年に世界恐慌が起きると、 南米定期航路だけでなく、クルーズ客船事業にも参入している。1937年にアランドラスターはフレデリック・レイランドの会社所有になった。1939年9月に第二次世界大戦が勃発すると、アランドラスターはイギリス海軍によって補助巡洋艦への改装が検討されたが、不適格と判定された。航行中に使用可能な 新型棒紙なり網の試験のため、同年12月にエイボンマスに開港されて改装され、ポーツマスを拠点として、イギリス海峡で3ヶ月間にわたって、試験公開に従事した。新型棒紙なり網は魚雷を有効に阻止して、速力低下も1ノットにとどまったが、試験後に撤去された。1940年5月にアランドラスターは、軍隊輸送船として徴用された。 ほとんどの客室やラウンジなどの調度品は撤去され、2から3段式の簡易ベッドが設置されて、兵員約1500人を収容可能となった。1940年5から6月、アランドラスターは、ノルウェーからの撤退作戦に投入された。5月30日にリバプールから出港すると、護衛なしでノルウェー北部のハーシュタに行き、イギリス空軍要員を中心に、 フランス兵、ポーランド兵弱官を含む1600人を救出した。ノルウェーから帰還したアランドラスターはすぐにフランスからの撤退作戦に投入された。1940年6月14日にグラス号から出港してブレストに向かったがドイツ空軍の空襲により入港できずボートで脱出してきた難民6人を収容できただけだった。駆逐艦の護衛の下で ファルマスに開港して休短後、6月17日に、キブロン湾に進出して、サンナゼールからの脱出者、約300人を収容して、イギリスへ戻った。さらにバイオンヌに赴もむいて、駆逐艦の援護で、ドイツ空軍の攻撃を防ぎながら、浜辺から橋家で、約500人を収容して、ファルマスへ運んだ。最後にサンジャンドリューズにも入港して、追い詰められたポーランド兵と、 難民約1700人をドイツ空軍の空襲寸前に救出し、リバプールに帰還した。その後、アランドラスターはイギリス本土所在のドイツ人捕虜と敵国人として強制収容されたドイツ及びイタリアの民間人をカナダへ移送する任務を命じられた。しかし、詳細は口実の通り、出航翌日の1940年7月2日、 アイルランド北西沖の洋上でドイツ潜水艦 U-47 の雷撃により沈没し乗船者800人以上が死亡する惨事となった。フランスからの撤退作戦を終えたアランドラスターはリバプールでドイツ人捕虜と強制収容中のドイツ人、イタリア人の民間人を乗船させた。イギリス政府は開戦後国内に居住しているドイツ人 オーストリア人の16歳から70歳までの民間人男性のうち第5列である危険性が高いナチスドイツ支持者に限って収容所に拘束していたがドイツ軍のイギリス本土上陸の危険が高まった1940年5月には約8000人を追加的に強制収容していた。同年6月10日にイタリアがイギリスに宣戦線復刻すると16歳から70歳。 までのイタリア人男性の内ファシストか在留歴20年未満の者4000人も強制収容されており、イギリス政府はこれらの敵国人を拘束中の捕虜と、共に英連邦のカナダやオーストラリアに設置した収容所へ移送する計画を進めていた。アランドラスターは敵国人、捕虜輸送船の第一人に選ばれ、イタリアドイツ民間人約1200人と、 ドイツ軍捕虜86人の合計約1300人が収容された。また、護送要員として、イギリス陸軍兵士200人と、船員174人が乗り組んだ。アランドラスターに乗せられた捕虜や収容者たちは、客室を改装した兵員居住設備の使用を認められず、戦争の第2看板と第3看板に簡易ベッドを設置した居住区を割り当てられた。 居住区は、公安当局の指示により、有刺鉄線で封鎖されたが、緊急時に、有刺鉄線を切断するための器具は搭載されなかった。船長は、ジュネーブ条約違反だと抗議したが、受け入れられなかった。搭載された救命ボートは12隻であったが、その最大容量は680人しかなかった。救命以下だも不足で、収容者用の救命同意も全くなかった。また、 船体は軍艦と同じく灰色で塗装され民間人や捕虜を移送中であることを示す標識は施されなかったがそもそも当時の戦時国際法上病院船の場合と異なって捕虜保護のための標識制度が確立されていなかった1940年7月1日アランドラスターはリバプールを出港したイギリス海軍の護衛艦不足のため高速船の アランドラスターには、護衛が随伴せず、護送船団を組まない単独航海だった。アランドラスターは、ノース海峡を通過し、15ノットの速力でのじ、運動しながら、航行、7月2日午前6時頃に、アイルランド島北西沖 360km の、北緯56度30分成形10度38分、北緯56.500度成形10.633度、 56.500-10.633付近に差し掛かったとき、ドイツ潜水艦 U-47 の雷撃を受けた。U-47 が発射した2本の魚雷のうち1本が、アランドラスター左辺中央部の機関室側面に命中し、動線は浸水のため25分後または1時間半後に沈没した。 アランドラスターに沈没が迫る中、船長は護送指揮官に対して有刺鉄線の解放を求めて拒否されたが、船員や兵士に対して権限外の指示を出して有刺鉄線を除去させた。しかし、有刺鉄線を切断できる道具がないため作業は進まず、沈没までに約3分の1の収容者が脱出できたのみであった。救難信号を受信した漁船やカナダ海軍駆逐艦。 サン・ローランが救助に駆けつけたが、イタリア人470人、ドイツ人243人と、護送兵37人、船員55人の計805人が死亡した。アイルランドの海岸には多数の遺体が漂着した。アランドラスターの沈没は、第二次世界大戦におけるイギリス商船の人的損害で4番目に多い、事例となった。翌7月3日に、 イギリス海軍省はアランドラスターの遭難を公表したが、捕虜が指示に従わずに乱闘を起こし、救命艇を勝手に操作して破壊するなど無秩序な行動の試し者が増えたものでイギリス側に責任はない旨の虚偽の説明をした。その後に開かれたイギリス海軍のサモン委員会により実態が判明している。海軍の調査によれば戦場で捕虜による騒動は起きていなかった。また、 イギリス政府はアランドラスターに乗っていたイタリア人、ドイツ人がファシストかナチス支持者だけであったと説明したが実際にはユダヤ人難民などの反ファシズム、反ナチス的な人物が多くハリー・スネルの調査報告では強制収容、移送の人選に問題があったと指摘されたものの非公開となっているロンドンのセントピーターズイタリア人協会にある記念職 アランドラスターの生存者のうち健康な200人は家族に連絡を取る間もなく別の輸送船、ドゥネラに乗船させられ7月10日にオーストラリアへ出港した。ドゥネラの船内環境もジュネーブ条約の捕虜、待遇基準を下回る劣悪なものであった。生存者たちは55日間の船旅の後にオーストラリアのビクトリア州タトゥラの収容所に入った。なお、 1940年7月10日までの間に、アランドラスター、ドゥネラの他3隻の船で、総計7500人のドイツ人、イタリア人が、イギリス本土外へ移送された。1940年8月に、イギリス政府は、敵国人の強制収容の縮小を決め、同年10月以降に5000人を、保護観察付きで釈放したが、同年12月時点で、 依然として1万9000人が強制収容中だった。アランドラスターの犠牲者を悼んで、1960年にロンドンのセントピーターズイタリア人教会に記念施設が作られた。事件から70周年の2010年には、カーディフのカーディフメトロポリタン大聖堂に新たな記念施設が設置された。大内によれば、捕虜合計1178人。 ご送人員を合わせた乗船総数1552人。ありがとうございます。